それではですね、やっとここから本題ですね。長かったです。ここから本題に入りますと、まず基本的なことからちょっとお話ししますと、冬期間を含む転換線というのは、冬期間を含む9日間の高い安いの中心値になります。転換線が下値支持線になったり上値抵抗線になったりする。それで価格が転換線の上にあるなら買い、下にあるなら売りの順張りと。で、転換線届く前に判定してしまうことが多いですね。まあ、これは教科書通りのことを書いてるわけですが、これをですね、実際チャートに置くとこういう形になっちゃうんですよ。これドル円なんですけども、ここで転換するんであれば、ずっとここに買いの差し値を入れててもほとんどつかないんですね。ここもそうです。この辺も全然つかないうちに、結局はここでついたと思ったら、あれみたいな、下がっちゃったみたいになっちゃうわけですよ。こういうことが多かったので、どうしたらいいものかと、要するに違和感のあるチャートだったわけですね。そのためにこれに転換線5を入れました。で、この転換線5に行き着くまでには、いろいろ単純移動平均線とか指数平滑とか加重移動平均線なんかを入れたりですね、数値も3にしてみたり、逆に7にしてみたり、いろいろ変えてみたんですけども、一番まあフィットするのが転換線5だったんですね。で、上昇下降の勢いがなくなると、まず転換線が横ばいになります。これを9だけでの転換線だけを使っているとよりは早くですね、勢いがなくなったことを転換線が教えてくれるわけですね。で、これだと移動平均線を使ってしまうと、こういうカクカクっとしたところが出ないので、逆に転換線を9と転換線の5を使った方が分かりやすかったわけです。で、転換線5がまあ細かくですね、上値抵抗下値支持線になっていますね。こういう形です。それと、あの基準線と転換線の間、結構こんな離れちゃうこと、まあよくあるわけですけども、それを待っていて、じゃあ基準線とデッドクロスしました、そこから売りましょうっていうと、上値見ちゃってるんで売れないんですよ。それだったら5と9のゴールデンクロス、デッドクロスのところで、まあ、売り買いをするということもできます。あとですね、転換線が、5が転換線9を下から上抜け、要するにゴールデンクロスしたところで買いって入れたり、逆にデッドクロスしたところで売りって入れたりするんですね。ということで、もう一つ見ていただきたいんですけど、あ、これはあれですね、復習ですね。要するに転換線5が転換線9を上抜ければゴールデンクロスで、逆の場合はデッドクロスと。と、転換線5が細かく上値下の抵抗帯になっています。で、転換線5の方向性と角度が鍵を握っています。常に角度は見ていかないといけないですね。要するに相場っていうのはモメンタムと同じで、勢いあるときは真上見てて、それから横ばいになって下がっていくと。ですから転換線5と転換線9があれば、早い段階でその勢いがなくなっていったことが分かってきます。で、上昇下落の勢いがなくなると転換線5がまず横ばいになります。ということで、ちょっとチャートを見ていただきますと、こういう形なんですね。これは金ですね。金がこういうような動きしてたんですね。で、これに5を入れてやるとですね、こんな形です。で、ここでは転換線5が転換線9とゴールデンクロスしたところです。まあ、ここで買ってたらですね、蔵立ちますよ。で、このままずっと上に急上昇ですからね。それでもやっぱり勢いがなくなってきたこの時点で、もう転換線5は横ばってるんです。これを転換線9はまだ勢いがあるわけです。要は、あ、この調子で上がってきたら必ずどっかで落ちるよねと。じゃあどこで落ちるのかっていうところで、転換線の5が要するに早めに教えてくれるってことです。で、その後ですね、デッドクロスすると、それでデッドクロスした後、今度下降ですね。
多分ですね、これ全部取ってったら相当フェラーリ何台買えるかなですねぐらい儲かってるはずです。で、まあこれの下がっていくのを見ていくと分かるようにですね、転換線9にはほとんど触れてないんですよ。転換線5が要するに上値抵抗体となってきれいに下がってるんですね。ただしこういう形でですね、これゴールデンクロスだから言われた通り買っちゃえって言って買ってしまっていきなりですね下がってしまうということもあります。これはまあ短い期間で取引しているのでどうしてもそういうことが生じるんですね。で、あとはですね、上げ下げの上昇トレンドでは転換線5と転換線9がデッドクロスしなければ保有、要は何を言ってるかというと、こう上がってきましたと、でこれでゴールデンクロスしてから買ってますと。ただしここで1回下げててもこの転換線と転換線5と9が要するにデッドクロスしてないんですよ。同じライン上には乗ってますけどデッドクロスしてないのでそのまま保有し続けるんです。で逆に勢いがなくなってきて横ばいになってデッドクロスした、ここで初めて、まあ、利益確定するというような形になります。まあ、これですね、転換線5を1本入れただけでですね、すごく幅が広がったなっていう感じがしました。じゃあ今度ですね、基準線と転換線の好転と逆転ですね。これも基本的なことを話しますと、まあ、基準線は当期間を含む26期間の高い安いの中心値です。ここでも中心値が出てきます。要するに過去26日間で買ってる方に利益があるのか売ってる方に利益があるのか、そこをまず確認ですね。で、基準線は転換線同様に上値下値の抵抗線になります。で、転換線が基準線を下から上へ抜けると好転、または逆にですね、下へ割り込むと逆転と、要するに移動平均線と同じようなゴールデン短期中期のラインが重なったところがゴールデンクロスデッドクロスになると。で、転換線を加えることで転換線5を加えることで転換線5と転換線9がクロスした後ですね、転換線5と転換線9の順番で基準線を上抜けまたは下抜けします。要は最初にですね、基準線と転換線がデッドクロスした時っていうのはまず転換線5がデッドクロスするんですよ、順番的に。その後転換線9がデッドクロスしますから、人より先にですねデッドクロスが分かるわけですね。で、大事なことは基準線の方向が好転なら上向き、逆転なら下向きになること。要するに基準線と転換線がデッドクロスなりゴールデンクロスしてても基準線が横に向いているところではまだ動きません。これが基準線が下向きまたは上向きになった時に初めてデッドクロスゴールデンクロスで取引します。で、常に3本のラインですね、転換線5、転換線9、基準線の方向性を意識してください。で、3本のラインがですねバラバラな動きをしているときはもう揉み合い相場となることが多いので、こういうときには様子見です。まあ、取引しないっていうのも一つの取引方法であるので、そういうときには様子を見ていってください。これをちょっとチャートでお見せしますと、こういうところですね、まあ、大体ですね、揉み合う時っていうのはだん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 その各線が縮まっていくんですね、幅が。これはまあ多分移動平均線を使っても同じことだと思うんですけど、それである、転換線5は上向きでも基準線がまだ下向きとか、転換線 9は下向きだけど転換線、5は上向きとかですね、こういう時にはもう揉み合い相場入ったなと思うので、こういう時は一切取引はしません。で、まあ、これを見ていただくと分かるように、これは基準線なんですが、基準線がある程度、まあ、下値抵抗をしながら、まあ、東京金は上昇していったということですね。ここもですね、転換線9は下向き、転換線5は横向き、基準線は横向き、こういう時はやはり様子を見るのが得策です。これは225ですね。こういうところですね、まあ、同じような動きしてるんですけども、こういう時にははっきりしないので様子見になります。で、
注意点はですね、一旦基準線を下抜けると人間ってどうしてもやったぜ売ろうとか思うんですけども、まあこういう時ですね、売り急いでしまうと、やはり騙しにあっちゃうんですね。結局これデッドクロスしてないですから、下に出たからといってもデッドクロスしてないので、デッドクロスしてから打っていかないとここは騙しにあいます。こういうとこもそうですね。でデッドクロスした後、この基準線が下向きにならないとダメですよ。下向きになって初めて取引をする。逆にゴールデンクロスした時も基準線が上向きになってから取引をする。これはもう覚えておかないといけないことです。